このショーケースの中いくらぐらいなんですか？あかぼちゃ。あ、じゃあこれ一ついいですか？
はい、というわけでごちそうさまでした。いや、昔からある食堂屋さんでしたけども、結構安定の食堂かなと思います。まあ、おすすめとかね、多分ね、本当にほとんど結構カツ丼ね、注文される方が多かったですね。僕は他人丼っていうのを注文したんですけど、なんか昔県北のね、田舎の方でなんか他人丼でありましたね。まあ、その方がカレーライスとかいろいろあります。ぜひ興味ある方はね、行ってみてください。もう国鉄のね、プレートというか中があったんで、もう国鉄時代、駅員の方がよく来られてたんでしょうね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。